listening to Shibuya Cross FM. の七色こまち、イエーイ始まりました。はい、私たちは2020年東京オリンピックを勝手に応援するアイドルユニットジパングです。よろしくお願いします。はい、では自己紹介の方からスタートしていきたいと思います。はい、私からジパング最年少、現役高校2年生の16歳、ザイガニ系女子こと鈴木由美です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、続きまして自己紹介させていただきます。まんまろおでこがチャームポイント、うさみみ系どっこいしょ女子うさみあやことうさみです。よろしくお願いします。なんか加わったお願いします。お願いします。はい、で私ですね、宮崎県出身、ジパングのリーダー、ナナネーこと田澤ナナです。お願いします。では今日はですね、ジパングになんと新メンバーが入ったということで、いや紹介したいと思います。はい、どうぞ。ポカポカ笑顔、にっこりスマイル、ひなこです。ひなこ、はい、群馬県出身の19歳です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。私も、いや、私は会ったことあるね、はい、前にね。はい、でも初めてだね。そう、いきなりね、で急にラジオ登場するっていうね。びっくりだよ、もうこっちは。頑張ります。はい、今日はね、じゃあひなちゃんのこといろいろ、はい、初めましての方もばかりですので、なんかあります、好きなもの、趣味とか。好きなものは、私韓国が好きで、おー、なんか韓国の、うん、やっぱファッションとかアイドルも好きで、うん、そうですね、まだ好きになって本当3ヶ月ぐらいなんですけど、まだでも、もう服とかはもともと通販とかで見てたんですけど、アイドルはもう本当最近ですね。韓国のファッションでどんなファッションなの？なんかミンのイメージだとなんかピタッてしてる。あー、シルエットめっちゃ違うんですね。おへそ出しがちょっとかっこいい感じ、ね、シャツでもかっこかわいいですよね、韓国って。そうですね、はい、うん、行ったことはないんだよね。行ったことはないです。ありますか？行ってみたいよね、私。ある。お土産は？お土産ください。やばい、どうしよう、どうしよう。何もない、行ったことある。すごい1月の超寒かったけどね、すっごい寒い。気温とか変わんないんですか、日本と？いや、マイナス十何度寒いだった気がする。いや、マイナスでしょ。もうタイツを死んじゃうよ。タイツを2枚履きして、それでも寒そうですね。そう、ジーンズ履いてロングブーツで行ったけど、超寒かったね。え、でもね、ミンもね、韓国ね、行ったことないけどね、韓国海苔はね、食ったことある。美味しいですよね。美味しいね、あれは ね、 味がめっちゃついてるんですよね。ごま油の、そう、いや、いいっすね。久しく食べてない。美味しいよ、韓国海苔。美味しいですよ。この間新大久保行ったんですけど、ああ、私も行ったこと、ちょっちゅう行く、うん、なんかあのトンちゃんっていうご飯屋さん食べた時、トンちゃん行ったことあるな。ご存知？わかんない。な、結構有名なんですよ、ね。まあ、いっぱいありますけど。うんうん、もう今もう何食べたの？チーズタッカルビ食べました。あ、私食べた。横文字だ、わかんない。いや、前食べようと思ったらすごい並んでて、いや、並んでますよね。まあ、場所によってですけどね。なかなか食べれなくて諦めてさ。え、じゃあ今度みんなで食いこうぜ。ね、食べましょう、行きましょう。タッカルてサムギョプサル食べたことない？サムギョプサルはめっちゃ美味しい。サムギョ、え、食べたことないの？なんかうなぎみたいな。うなぎイメージは私ね。横文字はやめてくれ。でかいでかい、切る前は長いですもんね。それを知らないの？横文字はダメ。あるよね、豚肉のね、分厚いのでさ、巻いて食べるんだよね。高級品ですか？いや、全然ランチとか行けばもう1000円。いや、ダメだよ。1000円ぐらいだね。そうなんだ。ちょっと16歳にはちょっと
仲間入りしようって。あれあれ、いやこん中で、ね、だって16、16、19、あれ、そうですね、あれ、おかしい、おかしい、永遠のだからね、永遠の16歳、永遠の16歳だからね。なんかあります、ジパングに質問とか。やっぱこの衣装っていうのがやっぱり、うん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 、私初めてお話を聞いた時に和をイメージしてるじゃないですか、うんうん、だからあんまり、そうですね、見たことない、まあ、これで、ね、まあいろいろテレビ出たり歩いたりするじゃないですか。そうそうそう、最初違和感なかったのかなと。私今日初めてなんで。すごい恥ずかしかったよね。いや、みんはどうだろうな。だから、うん、忍者の格好があるんだけど、はい、黒い衣装の、そっちで、それは恥ずかしいよ、歩けないよ、ね、そっちで移動してたの。もうね、最初今はもう歩けない、まあ、今はちょっとスパンコールとかつけちゃったからキラキラとちょっと無理だけど、はい、昔はスパンコールもついてなくて本当に無地のあれだったから、はい、全然ね、ファンの方から居酒屋とか呼ばれた、居酒屋店員みたいとか言われたんだけど、 そうなんですよ、はい、それでちょっと ね、 改良したんだよね。だけども今平気になっちゃったよね、これで歩くの。そうですね、なんか物は慣れよ。なんかむしろ見てみてって感じ、見てみてみたいな、まあ、そうそうそう、ちょっと一人では恥ずかしいけど、ね、そうそうそうですね。最初渋谷でこうやって歩いてた時ってなんか、え、卒業式ってなんか嘘って言われてそうですよね、笑われることもあるしね。あ、もう爆笑ですよね。でもなんかいいですよね、あんまり、まあ、そうだね、まあオリンピックもあるし。9月10日さ、一人だったよね、一人でこの衣装着てきたの。そうです。平気だった。すごい、親がいたんで大丈夫でした。誰がいればね、超難しいよ、一人だとちょっと厳しい。うん、ね、みんなね、秋ですよね。秋ですね、食の秋、ね、あ、そうですね、そうですね、女子だ、スイーツ大好きなんですよね。女子だめや、太っちゃう、太っちゃう。そうですね、いつも笑顔っていうのがチャームポイントなのね。そうですね、なんかもう昔から笑ってますね。色白いよね。そうですね、ね、なんか焼けない、チャームポイントでもあります。写真撮りたいね、白い、羨ましい、本当に。お父さんが白くて、あ、お父さんが白いんだ。あ、じゃあもう遺伝子上白いのね、もう。そうなんですよ、よかったね、女の子でよかったね。でも雪見大福みたいに言われて、ほっぺプリプリになって。でもいいじゃんね、すごいいいことだよね。群馬県か。そうですね、なんか暑い、暑いですね、夏とかも最高気温とかも42度出た時もありましたし、なんかあるんでしょ、気温測るやつが。そうですね、なんか出てますね、駅の近くに、熊谷と、熊谷と対抗して、対抗して、そうですね、すごいよね、ないもんね、普通体温、ん、温度計、ね、体温計ないっていうの、都内にはないですね、初めて知りました。え、でも、ないでもね、ないっていうの、あの、あ、そうなの、もうどこもあると思って、どこもあるかと思ってた、はい、な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 い。でも群馬といったら、あれだよ、基本よりあれ、何、群馬ちゃん、あ、群馬ちゃん、かわいい、キャラ、群馬ちゃん好きなの、大好き、え、そんなにキャラクターの、その、全国いるじゃん、そうそうそう、群馬ちゃん一番好き。え、どこが好きなんですか。あのね、あの、かわいいじゃん、かわいいです、かわいいですね、みんなかわいいよ、ゆうキャラ。あのね、なんだっけ、群馬ちゃんの、あの、お菓子とかあるでしょ。ありますね、そういうののパッケージごとに群馬ちゃん着てる服が違うのよ。あ、気づかなかったかも。あんま見ない、知らない、かチョコレートのやつとかだったなんかコック帽とかかぶっちゃって、あ、かわいいってなっちゃう、おしゃれですね、群馬ちゃん。確かに、そう、そういうのをね、群馬ちゃん好き。私なんかふなっしーなら見たことあるな、ふなっしー、ふなっしー、でもあれ非公認キャラクター、アフィンって言ってるからね。そっか、めっちゃジャンプ力あるからね。ジャンプやばいですよね。やばいよ、本当に。おかしいよ、人間なの。いや、あれ、ふなっしー、やっぱりジャンプ入ってんじゃないぐらいのジャンプ。そうですよね、目の前でジャンプされたけど、すごかったからね。あ、見たことあるんですか。あるある、もうここら辺にいた、いたの。まあ、機材食らわなかった。そう、なんかあのサングラスみたいな、眼鏡かけてた、あの、限定で、その時のイベントでね、はい、もうすごかった、もうすごい人だったけど、うん、そう、いいな、スマッシュしか見たことないわ。え、なんかネバルとかはない、実際に見たことある。実際はないですね、なかなかないですよね。あ、あれはある、なんだっけ、なんだっけ、あの丸いやつ。丸いやつじゃわかんないよ。なんだ、ね、日光江戸村のご当地キャラクターじゃないね。ご当地じゃないね。そうですね。違うね。違うね、ちょっと。いや、そろそろね、ちょっと今日は、はい、久々だよね、踊るの。踊るん
と思ってて、今回がラストじゃないですか。ここで触れるのはラストか。10月はちょっと、ね、ちょっといろいろとね、ゲストさんが多いので、はい、今日はじゃあ最後見納め、見納めダンス応援してます。はい、ちょっと ね、そうですね、ちょっと座って見守る形になりますけど、まだ、はい、じゃあ踊ろうかな。はい、3人ですが頑張ろう。頑張ってください。よいしょ。
お疲れ様です。めっちゃ可愛かったです。いや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 、久々に踊った、ね、頑張って覚えます。ラジオでいやちょっとね、思いっきり踊れないんですけどね。狭いからちょっと。そう割れない。あ、すまない。危ない嬉しい。でも踊ると見ていただけるからね、嬉しいですね。嬉しい。ではそろそろもうお時間ということで、お、もうそんな時間です。終わりなんですね。なので次はね、また後半出演しますのでね、はい、このメンバーで、はい、はい、じゃあ一旦、はい、はい、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。参りました。皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。レイターのラジオでございます。はい。おお、なんかガヤが聞こえるぞ。ガヤなんかこれゲスト紹介してから喋った方がいいのかなって思ってたんですけど。そう、あのゲストを紹介するからもうちょっと黙っててほしいですね。ということで、私たち L8R と書いてレイターというバンドをやっております。はい。ボーカルの香里です。はい。とドラムの純で、毎週この時間にお送りしております。はい。よろしくどうぞ。はい、僕たちレイターね、ファーストアルバム、ミニ、セカンドアルバムともにね、全国リリースをさせていただいておりますので、L8R と検索していただければ、ホームページとか出てきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。L8R でレイターです。よろしくどうぞ。はい、それでね、今日はね、素敵なゲストさんが、うん、好き、素敵な、はい、来ていただいております。はい、じゃあ、毎週ね、毎週言ってるんだけれども、9月の29日にね、仲のいいバンドスタイリングトリガーとね、ツーマンライブを行いますと言っているんですが、その仲のいいスタイリングトリガーのお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。喋っていいの？紹介して。自己紹介。自己紹介。あ、俺からしようかじゃあ。うん、スタイリングトリガーでベースをやっております。ピップと言います。よろしくお願いします。すごい。ピッピって言うんだって。はい。すごい名だっけ。ではよろしくお願いします。はい。スタイリングトリガーのボーカルみゆきです。お願いします。お願いします。はい、そんなね、スタイリングトリガーさん、CD もね、出したので、はい、はい、どうですか？どうでしょうね、どうなんでしょうね、ね、まあ、そうですね、いい感じですよ、いい感じ、詳しくはね、あんまね、言わないね、聞いてからのお楽しみじゃん、そういうのはね、あ、そうだね、はい、どこ見てんの？アルバム、私なんか、いつもね、ここら辺動画ぼーっとして見ちゃうから。アルバム名なんて言うんですかね。なんて言うんですかね。トリガーと申します。おー。アルバム名、トリガー。はい。スタイリングトリガーのトリガー。トリガー。トリガー。なんかめっちゃ唇紫だね。そう、今言うとね、寒いのかもね。ちょっと寒いかもな。ね。そんなスタイリングトリガーさん。はい。なれそめなんか聞いても大丈夫ですか？負けるの負けるの。なれそめ、はい、なれそめ、ギターのボンがなんかね、全員ね、拉致してきて出来上がったバンドがスタイリングトリガーです。なるほどね、結構ギターの人は独裁者なのかな？いや、リーダーだからね。そう、リーダーだから、でも本当にそこが縁で、だからそれつながりだからさ、みんな、あのそれまで全然
俺もお嬢もともくんもそれぞれは全然知り合い、まあ顔は知ってたけどっていう程度だから全然知り合いじゃなかった。何その腕組み、はい、どういうこと。あ、いやいやいや背中じゃないな。あ、そうなんだ。なんかやべえ、もう時間押してるから早く終わらせろよみたいな空気かなと思って。大丈夫、お嬢もなんかね、そんな感じだよね。そう、そんな感じ。そんな感じ、うん、そうそうそう、そうやね、はい、そんなね、スタイリングトリガーさん、はい、僕らはね、なかなかお友達ができない中ね、ライブ活動を続けていた時にね、はい、仲良く話しかけてもらえて、そうですね、そう、仲良くなってもらえて、うん、ね、今に至るわけですよ、はい、大事なね、ライブとか全部一緒に出てくれてね、はいはい、そうですね、本当に仲良くしてもらって、はい、最初はね、でも怖かった。怖かった。誰が一番怖かった。え、でも私ね、ちょっと今の言い方が一番怖いんだけど、誰が一番怖かった。今が一番怖かった。じゃあお嬢というので、一番怖かったらお嬢ということで。こんなに優しいのにね。やばかな、かわいい。じゃあ次行こうか。じゃあ次、もう曲紹介してもらいます。曲流しますか。流しちゃっていいですか。はい、いいですか。はい、じゃあ、今日はせっかくなんで、そのスタイリングトリガーさんの曲をね、はい、ありがとうございます。さっき紹介していただいたアルバムからですね。はい、はいはい、じゃあ、はい、お嬢、お願いして、トリガーから聴いてください。トリガいただいたのはスタイリングトリガーでトリガーでした。はい、はい、トリガー好きですか。スタイリングトリガーさんは曲作りはどうやって進めてますか。曲作りはね、基本的にリーダーのボンが全部原型を作って、はい、曲を作って、はい、でそれであとはパートごとに振り分けて自由にアレンジしたりとか、はい、そこから歌詞を作ってってとか、はい、お待ち、はい、リーダーの、うん、ボンちゃんが そう歌メロまでつける。歌メロも作る。歌メロまで。昔はね、歌メロじゃん、ギターで歌メロ入れてんだけどね、はい、昔はね歌ってたんだけどね、それ聞いてお嬢が爆笑してからね、もう絶対歌わないっつってね。それいいね。ジュンさんもだから歌ってやってみてよ。無理だって、女キーだよ。だって、あ、そっか、そうだよね、ボンちゃん女性キーで歌を、うん、そう、で、うん、渡してきて、そう爆笑して、何メロディー取れないとか言って爆笑してて、もうボンがもうね、もうじゃあやんね、歌わねえわもう。しょげたね。しょげる。じゃあ今のところ全部メロとかも曲も何全般はボンちゃんが作ってみたいな。歌詞はさ、何ストックから選んでやってるのか、もうその聞いた時に、もう聞いた時に。あ、こんな感じってなって、そこからこうどんどん膨らましてって、はいはい、でなんか頭の中で勝手にもう妄想ってストーリー性にするみたいな。曲を聴いて、曲聴いてからこんな感じかなっていう。あ、なるほど。俺それできないんですよ。え、はい、
まあ、あのレイターはほとんど僕が作っていくことがあるからか、そうなんかこんな感じっていうイメージが作ってる中でもなかなか出てこないんですよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、そういうね、でたまたまなんかあの春だったりとかそういうお題をもらって作り始めた時はなんかそういう気分で作ったりはするんですけど、なかなかそういうなんか聞いてイメージできるっていうのがなくて、ボンなんか作りながらなんかある程度イメージして、だから歌詞とかもね、俺こういう感じで作ったんだけどっていう世界観こうなんだけどって結構お嬢に歌詞、うん、世界観をなんかある程度指示したりしちゃうぐらいだけど、なんか僕らあのあれなんですよね、バンド経験が豊富じゃないまま、うん、あの組んだんで、あのどっちもね曲作りに困ってたんですよね最初。あそう、世間のバンドマンの人たちはどうやってね、未だに気になるのはどうやって作ってんだろうみたいな。そうなんですよ。だからでもね、ボンが作ってる昔からそういう作曲とかをしてたっていうのが長いから上手なだけで、はい、うちらは他のメンバーはね、お嬢もだってバンド始めたのがうちらが初めてだから、そう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 、バンド経験全然短いし、はい、俺も 作曲とかあんまりしないタイプだったから全然ね、うん、待ってる感じだからね、はい、じゃあやっぱりボンちゃんのね、はい、そのまあ、じゃあやっぱりメンバーの誰かが作って皆さんが作ることが多いんですね。そうじゃないかな、そうそうそう、他のバンドもそんな感じだよ大体、うん、誰かが作ったのを振って周りがやるみたいな。たまに聞くようなセッションで作っちゃうとか、その場で。そう、はい、うん、それ本当は言ってみたい。ちょっと軽くじゃんってそんなとこなんかできちゃったよ、はい、今日みたいな。まあそんな感じで、はい、だいぶ来てしまったので、そう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 、最後に、もう一回ね、はい、9月29日、まあ、来週今週の金曜日ってことなのかな、ですね。そう、そうだね、はい、吉祥寺クレセンドというライブハウスで、ね、僕らレイターとスタイリングトリガーで、はい、ツーマン井の頭線で渋谷から15分急行で、はい、そうということでちょっとバタバタバタとなってしまいましたが、はい、僕ら、ツーマンライブ9月29日に吉祥寺やりますので、はい、ぜひぜひお越しください。ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、このスタイリングトリガーとレイターでやりますんで、はい、はい、ということでスタイリングトリガーの皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また、来週もこの時間にお会いしましょう。それではみんなでいきますよ、はい、せーの、バイバイ、バイバイ。はい、戻ってまいりました。はい、ただいまです。それでは、はい、後半からゲストがいらっしゃってます。あ、ただいます。そう、こちらエイファミさんと水井さんでございます。はい、イエーイ、簡単に自己紹介をお願いします。はい、いますし、来ますし、寄りますし、石川県在住イラストレーターエイファミと申します。どうもよろしくお願いいたします。はい、そして、仕事をしながら格闘技をしています。常に強さを求め生きています、水井と言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、強さを求めて強さを求めて、かっこいい。僕らちょっと石川県の方からちょっとね、はい、
来させていただきます、ね、で僕ら、まあ、しっかり働きながら、夢を追うという活動を今ちょっとしてもらって、で彼の方は格闘家で僕の方はイラストレーターという形で今させていただいています、はい、今日はちょっとイラストレーター A ファミの方のこちくちを、メインにさせていただきたいと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではちょっと質問なんですけど、どんな風に活動されているんですか？あ、そうですね、例えばですね、はい、今、コンサルさん、マルチな方面で活躍されているコンサルタントさんがいるんですけど、はい、その人と提携して、ユーザー、直接的なユーザー向けのオーダーメイドイラストの制作、あるいは販売をしております。直接的にお客様とやり取りし合って、うん、でオーダーをいただいてそれの通りに書いて、はい、販売をするという形になっています。はい、でどんなイラストかって今ちょっと持ってきたんですけど、見たい見たい見たい、はい、かわいい、カメラありますかね。待って、これ、はい、私本当タイプ嫁にしたい黒髪の、こんなのが音ゲー的な感じの、あとこのようなおー、いい、セクシーな感じで見えない感じがまたいい、素晴らしい、まあ、なんかこんな感じで、制作しております。いろんな種類のイラストを描いてそうですね、まあ、基本的にはこんな感じのが結構多いんで、はい、セクシー系っていうか、かわいい感じ、かわいい、イラストね、イラストの仕事っつってもね、なかなかね、そうですよね、はい、なかなかないですよね、難しいところもありますから、地方でやるとしたら、コネクションも、まあ、僕なんかはもう実力もクソもないんで、いや、そんなことないじゃない、ここまで書いて実力がない、はい、まあ、それで、まあ、どうやってクライアントさんとかユーザーさんとつながっていくかというと、まあ、今ちょっとインターネットの方でクラウドソーシングというサービスがあるんですけど、はい、そこで、いろんな企業の方とか、まあ、お客様とかと直接的に、やり取りし合って、でそこでイラストの仕事をちょくちょくもらっている形、まあ、ちょっとしっかり働いているので副業的 な形で今やらせていただいているんですけど、はい、まあ、そんな感じで今ちょっとやってます、ね、はいはい、なんか、はい、格闘家とイラストレーターさんじゃないですか、はいはいはい、その関係性なんですけど、なんで、まあ、なんでイラストレーターに、今日はですね、彼は僕の小学校の幼馴染なんです、はい、おー、なるほどで、今日は応援ということで、あ、第一の支え的な感じですね、ボディーガードのような、ボディーガードそうですね、こいつがいないとちょっと僕何もできないんで、いや今日は護衛に来ていただきました、格闘家なんで、はい、なるほど、強いと、なぜイラストレーターになろうとしたんですか？ですね、中学校2年生の時に、はい、いわゆる中二病を発病してしまったんですね、はい、発病しました、邪気眼とかやめちゃうんですね、でそこでイラストを描き始めて、で中学校、高校、大学と、まあ、ずっと描いてるだけ、で表立った活動は全くしてなかったんですが、はい、大学を卒業して、うん、就職してすぐにコミックマーケットってありますね、コミケってやつですよね、春と、夏でコミックマーケットで同人活動の方を、うん、誘われまして、でそこから要は表立ったイラストレーターとして の活動をさせていただいておりますね、はい、でちょっと去年 の11月にある理由で、おっとこれはある理由で、これは大人の事情ってやつだな、ちょっと私たちにはまだ触れちゃいけない、そう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 、ね、そういう感じでちょっと辞めてしまいまして、で今年の1月から本格的な商業活動の方をさせていただいております。で先ほど言ったオーダーメイドイラストがまだなんかグッズ等もまた作っているんで、グッズ見せた方が、まあ、これまた告知の時に、あ、告知すみません、あります、まあ、そんな感じですかね。そしたら、はい、じゃああと告知だけさせていただこうかな。じゃあ先に告知の方を、そうですね、
はい、じゃあ、石川県在住イラストレーターエイファミ、現在は先ほど言ったオーダーメイドイラスト、このようなイラストを制作しております。もし、ご興味のある方おられましたら、僕のツイッターの方に、連絡いただければと。そこでツイッター ID がアットマークエイファミ、アットマークエイファミ、見えますかね、これここでいいんですかね、アットマークエイファミ、アットマーク EIFAMI、小文字でよろしくお願いいたします。その他ですね、Amazon の方で、僕のエイファミのキャラクター、10人実はいるんです。10人もタイプいるかな、ちょっと、今、ね、3人だけちょっとピックアップして、物の方を作らせていただいてるんですけど、これを Amazon の方で販売させていただいております。オートルーファー様から提供でございます。で今日 Amazon の方で、エイファミ、ひらがなでエイファミと調べていただければ出てくると思うんで、またこちらの方もよろしくお願いいたします。ということでね、他にもいろいろどしどし仕事を募集しているんで、はい、またよろしくお願いいたします。とても可愛いイラストを ね、 とてもね描いていらっしゃるの で、 で、ね、もう自分の似顔絵描いてほしいってなったら描いてもらいましょう。あもしよろしければジパングさんの似顔絵をね、嬉しいですね、イラストも全然お書きしたいですね。はい、やります。やった。そうしたら、まだあとあるかな。で、あとそうですね、またSNS と検索エンジンの方でひらがなでエイファミと調べていただければ、うん、ツイッター、Facebook、ピクシブ等出てくると思うんで、またよろしくお願いいたします。はい。はい、では、お時間、時間がもうそろそろ近づいてきてしまったので、じゃあ今日は本当にどうもこんな機会をいただいて、はい、ありがとうございました。素敵なイラスト、はい、最後になんか一言。僕もいつか、このようなデザイン、トランクスに書いてもらって試合に出ようと思います。トランクスってことはボクシングかな。そうですね。ぜひその時はよろしくお願いいたします。はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。エイファミさんと水井さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。エイファミでした。もう一回戻ってきました。はい、戻ってきました。じゃあまた改めて、私たちは2020年東京オリンピックを勝手に応援するアイドルユニット、ジパングです。よろしくお願いします。ただいまーすマイクが低いな。じゃあ何話かな、どうしようかな。さっきは忍術に、なんかさ、ユミちゃん忍術、はい、そういえばさ、上野行ったんだよ、はい、上野だっけ、上野でですね、なんとですね、うん、忍者さんに会ってきたんですよ。すマジモノの、いや、マジです。滋賀からわざわざ上京してきた。滋賀からわざわざ来てくれた忍者さんがちょうどいて、うん、はい、それたまたまってこと？たまたまです。たまたま上野にいるわけじゃないの？私が上野にいるわけじゃない。忍者自身も、うん、なんか上野でたまたまイベントをやるからってことで3日間限定でやってたんですよ。へぇ、それを目当てに行ったの？それ目当てじゃない、私の目的は、うん、ただ単純に一人で動物園に行きたくて、うん、やっさげたくて行ったんですよ。そしたら、うん、終わった後、うん、何回いるって思って、何回いる、えって言って、まさかと思って、もしや、もしや、私たちのもしやと思って、どうしか求めているものではないかとって思って、うん、話しかけ言ったんですよ、うん、本物ですかって思わず言ったの最初に。そしたら、うん、あ、滋賀から来ましたって言って、うん、えぇ、ー、ってなって、本物だー、わーって
自分の中で本当びっくりで、なんか話した？もう忍者についてなんか教えてくださいって言ったが、うん、今こういうのやってるんですって言って、いやこういうのやってるんですよ、控えたんですよ。あ、控えたの？なるほど。あ、そうなんだ。後でバゲたんですけど。後で SNS と繋がったが、え、まさか忍者アイドルだったとはって言われて。あ、そうなんだ。お主ってなっちゃった。SNS 繋がってたね、なんかコメント来てたもんね。はい。そうだよね。またどこかで会えたら。だって忍術とか聞いたんじゃないの？忍術は教えてもらってないです。あ、もらってないんだ。教科書を可愛い買いました。え、売ってるんですか？忍術の。どこでもなんか普通に書店行けば売ってる。え、そうなんだ。名前を言ったの？書店で買えるのね。名前を言ってフォローされたってこと？あ、ゆみちゃんがフォローしたってこと？私がフォローし、名刺をもらったんですよ。うん、名刺をもらって、え、よければ繋がってくださいって。あ、でなって、あ、じゃあぜひともつって繋がったが、あ、忍者アイドルだったって。嬉しいね。嬉しいですね。本当知りたいんだけど忍術。またなんか11月にまた上野で忍者が集まるイベントをまたやるらしく、うん、11月、はい、ぜひ勉強しに行かねばって感じですね。それを行った方が、また会いに行こうかなと思って。じゃあ実際ステージは見てないの？その実際ステージがその前の日の私たちがラジオやってた大雨の日あったじゃないですか。あの時がくのいちの日だったらしく、あー、見たかった。くのいちたちが全員集まってやる予定がちょっと雨天のため中止ってなって。台風の時だっけ？はい、あ、まさにもう、あ、真っ最中。そっかそっか。でもなんか忍者の教科書はどこで、そこで買ったの？そこで買いました。初級編を買いました。初級編の、ね、教科書があるみたいでね。上級編がなんか、あ、初級、中級、上級があるの？なんかあるらしいんですけど、とりあえず初級からねっダメだダメだ、ジパング初級どころじゃないからまだ。そうだそうだ、勉強熱心。とりあえず、なんか見た？ちょっと見た？ちょっと見ました。ちょっとよくやっぱわからないっていう。難しいんだ。やっぱ忍者初級でもすごいなっていう、やっぱ。本当、うちらも勉強しなきゃって、歴史を、はい、もう歴史がもうずっしり書いてあって、ね、私苦手教科が一番歴史だからさ、やばい、難しいですよ、やばいぞ、リーダーリーダー、やばいやばい、なんか全部同じ人に見えちゃうんだな、リーダー、リーダー、本当に名前は似てても顔は違います。顔違うの？顔もなんか似てるあの格好してるとさ、みんな超苦手だよ。そんなこと言ったらジパングのみんなもあんな格好してるからみんな一緒だよとか言われちゃうよまあそうだろうね、きっと。なんか忍術をね、私たちこれからね勉強して一人一人にね、はい、当てられるわけですよ。おー、うん、影分身やりたい。影分身私なんだけどじゃあどうしようかな。いやなんかでも影分身もどうやってるか分かんないじゃん、どういうことと思って影を使うしかない。で、なんか髪かなんか後ろにあって超受け狙いのやつだからね、本当にそれやっちゃう。面白い、美味しいけどね。美味しい役ですね。なんか開けばここに出てくるみたいな後ろから影分身の術やばそれを考えてて、忍術なんかいっぱいあるよね。調べたらいっぱいありすぎて、はい、こんなにあるの。私全然忍術について詳しくなかったから。いや、みんも忍術いっぱい知ってんだけど、あの某人気な忍者漫画の、ね、忍術ばっかでね、ちょっとダメなんだよね。あれは実際使いませんよ。あれは絶対使う。あ、そう、あ、そっか、できない。螺旋がとかはできないよね。これを言っちゃったら何のアニメか分かっちゃうかもそうだ、実際漫画だと違ったりするのかな。いやー、Thank you。 でも本当なんかね、いろいろ和の、この間もね、まあちょっとフクリーダー今日いないんだけど、うん、まあみんなね、行った時にこう和のみんなでグループで多分陶器を作るとか、なんか陶器、なんだろう、和のツアー、和のツアーよ。あ、和風体験のツアー。そうそうそう、よくない？いいね、ジパングのぽくない？つながらない？なんか、あ、いいね、いいね。お茶とか、お茶、あ、いい、お茶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 、あのなんか、蕎麦打ちとか。あー、なるほど。あ、うちんち、あの、うどんだったら打てる。え、そうなの？なんで、なんで、なんで？そういうお家。すごい。ちょっと持ってきてよ。やだよ。食べたい。重いよ。歯ごたえが美味しそう。食べたい、ほんと。いいよね、だからそういうのもやりたいなって思ってね。楽しそう、日本ね、ジャパン体験ツアー。そう、ジパングのって、そう、いいな。もう広がるよね、この先。そうだね、いろいろ、いろんなところに。そうで、毎月、あ、毎月じゃないか、イベント、うん、を開催しようかなと。なるほど、なるほど。近々だとハロウィン。おお、来月仮装したい。仮装、仮装したら、仮装、仮装みたいなものでござるよ、これはもう仮装したら普通の方たち負けちゃうから
ジパングの宣伝ができないから確かに確かにうちらはこの格好でね、ちょっと街を練り歩こうかなと。すべて髪型の上に何かをね、はがやっとくするしかできないですね、うん、ね、音楽をかけて、ね、はい、ね、あなたの街にも行くかもよみたいな古いか渋谷しか来ないっていうほんとね、それで宣伝をねして、いろんなね、あとクリスマスもあるし、いいのいいの、日本なのにそんな、あ、そう、外国クリスマス、外国のイベントですよ、いいんですか、そんなやっちゃって。日本のイベントじゃないです、お正月、お正月、お正月は日本です、日本のイベントです。お正月、じゃめっちゃ忙しくなんじゃない、正月、あ、大晦日、正月、豆まき、飲み会誘ってくれないかな、歓迎会とかね、そう、なんかね、忍者も、庇護、忍者、庇護してくださいね、もうほんとなんか、いろんな人たちと対バンして一緒にね、コピーしたり、いろいろやりたいですよね。はい、ね、なんかあります、質問。そうだよ、新メンバーだよ、新メンバー、ないよ、もう、なかなかないよ、質問。逆にこっちが質問、質問、いじめないであげてください。いじめないで。質問ですか。でもダンス経験あるんだよね。そうですね。ね、ヒップホップやってたんだってよ。すごい。結構本格、かなり本格的だよね。ヒップホップってやつじゃん。そんな激しくないですけど。違う。ウサミ、それは違う。違うの。ね、リズム感バッチリだよ。バッチリ。ちょっとあんま期待しないでください。なるほど。ハードルが上がっちゃう。でもミンも太鼓の達人は達人だから。おお。舐めてもらっちゃ困るよ。何の争いですか、ってリズム感の話、リズム感の話ね、体じゃなくてね、動かそうじゃなくてね。でもサミもチアリーダーやってたんだもんね。もちろん。じゃあ足上がんの、こうやって。すごい。なんかチアリーダーって足上げてこうやるんだよね。そうですね、当時は上がりましたね。今は、今は、あ、何年ぐらいやってたの。3年間かな。3年間やってました。部活動に入ってたってこと。そうすごいね。それこそ野球部の応援とか。いや、もう今はもうブキブキ大変だ大変だ。ユニフォームとか可愛かったですか。可愛かったよ。いいね、憧れるよね。可愛いですよね、あの衣装。可愛い女子って感じね。女子だっただった、過去形、過去形。今は女子じゃないということで、これからはですね、ひなちゃんのね、ダンスレッスンがね、頑張ります。今日この後ですね。そうですね、ちょっとやるので、まあいつかね、またもう10月からね、新しい新メンバーでまた登場できればな。新生児バングというワッシュできれば、他にも新メンバーいるので、まあ皆さんね、お楽しみに。楽しみですね。ライブに来ていただきたいなと思いますね。10月、次のライブは10月の7日横浜でライブでございます。はい、皆さん来てね。お時間が、そうですね、そうですね、お時間が、お時間ですね、来ちゃいましたね。はい、ではまたツイッターとか見てくださいではですね、最後もう時間なので、特攻ミツバチさんの地図っていう曲でお別れしたいと思います。ではまた来週、バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。